10月20日火曜日、今週も始まりました AFL ディスカバリー。この番組はオーストラリアのプロリーグ AFL のニュースやその周辺情報をお伝えする番組です。協会で普及育成を担当している私榊と、女子日本代表チームミライズのマネージャー吉野、2人でお届けしてます、はい、毎週火曜日にアップしてますので、ぜひチャンネル登録していただきお楽しみください。さあ、いよいよ今週末グランドファイナルになりました。はい、楽しみですね。楽しみですね。もうキャッツ一色になってるんで、まあ、ここだけ少しリッチモンドタイガースということで、はい、今週のニュースどうですか、ありますか。いや、たくさん今度あります、うん、今回あります。日曜にあったオンラインのブラウンローメドルのナイトがあったので、ブラウンローメドル、はい、これはあの年間の最優秀選手賞だね、はい、ペルの。これはあの多分初めてだと思うんですけども、うん、オンラインでさせてもらって、うん、そしてあのここに書かれているように2020年はロッキー・ニールブリスベンの選手が素晴らしい取りました。おめでとうございます、うん、ロッキー・ニール。これ結構あの票も集まってたし、ヨシがロッキー・ニールシーズン前に取る予想はロッキー・ニールだったね。してましたね、はい、ロッキー・ニールは取るなと思ってたので、ちょっと予想も当たって、はい、素晴らしい。いや、ロッキー・ニールこれだけじゃなくて、うん、他の賞もいろんな賞も取ってるので、うん、多分ブリスベンのベッセン・フェルスも取るだと思うし、あと違うなんですかね、こうコーチズ・アワードとかいろんな取ってるので、彼は全部取ってるのでね、うん、はい。本来はあの新型コロナウイルスがなければ、あの一堂に会して、はい、みんなもちろんそのパーティー会場であのやるんだけども、今回オンラインで発表があったということで、はい、下の方に投票得票数が出ますでしょうか、はい、これがトップ10だね。トップ10ですね。2位にもかなり差をつけてるし、はい、あの今シーズン例えばあの成績そこまで良くなかったメルボルンのペトラーカが入ってたりとか、はい、まあこの辺りの予想は難しいというか、普段あんまり入らない選手だと思いました、はい、いや、なんとなくこう、うん、スモールフォワードスモールミッドフィールダーが多いなっていうイメージがあって、うん、やっぱりシーズンが短いので、うん、その分バーストプレイヤーがここであのリフレクトしたのじゃないかなと思ったんですけど、普段とは違ったタイプのプレイヤーが入れたっていう可能性はそうだ ね、 あるね。そうですね、多分こういうちっちゃいスモールフォワードのプレイヤーたちは怪我とかも、うん、レスティングとかもすると思うんですけども、短いタイムで短いラウンドだったので、うん、いいパフォーマンスできたなと思って。なるほど、はい、でブラウンローのこの発表があったと、はい、グランドファイナル前に、はい、そして他の発表が、そうですね、そしてもちろんその同じ日に、うん、ゴールオブザイヤーとか、うん、マークオブザイヤーっていう賞もあったんですけども、うん、ゴールオブザイヤーは、毎週ベストゴールを決めていくんですね、うん、そして最終に3つの、プレイヤーのゴールを決めるんですけど、うん、そして最後に1つが決まるんですけど、うん、これビデオがあるんですかね。それを勝ち抜いていったベスト3が、うん、ビデオがあるのかな、はい、ゴールオブザイヤーからいきますか。はい、じゃあお願いします、はい、これが最後まで残ったベスト3だね。これがトップ3ですね、はい、でこれがデイコス選手、うん、コリンウッドマグパイズ、はい、ギリギリバウンダリーラインギリギリから、うん、カーブをかけて、そうですね、これもあの、うん、難しいキックだと思うので、うん、1回ワンエフォート入れてて、ここでこれね、はい、このハンドというか、なんていうの、自分に入れて転がすパス、うまかったよね。でスナップもこれもね、うん、いい試合でしたね、うん、はい、これアフターダサイレン、そうだよね、うん、試合内容もあるのかな、もちろんこの角度から決めるのこのプレッシャーの中難しいんだけど、はい、アフターダサイレンプラス、まあ、こうディレバレットとかいろんなねコントロバーシーのことがあったんですけど、やっぱ最終的にカルトンが入れてこれで逆転したってことだったので、このキックとあと3つ目がストーリーも含めてだね、はい、うん、これキャプテンなんですけどね、うん、ボロ負けしてたんですけども、ここで自分の、ね、パトリック・クリプショー、うん、はい、ここで自分で走って、何回もリポート行ってね、アウトサイド50で決めて、これだけ体の大きい選手がこれだけ走って、うん、しかも最後正確に決めるというのは素晴らしいゴールだね。で、ウィナーがデイコ選手、一番最初の、はい、自分に転がすハンドパスと、はい、このキック囲まれながらの、多分いろんなストーリーがあると思うんですけども、うん、あの若い選手、うん、そして、まあ、あんまりプレー数も少なくて、うん、でお父さんが有名なプレーヤーなので、あ、そうなんだ、で、まあ、お父さんと似てるねっていうコメンテーターの話もあり、うん、もしかしたらそれで優勝が確定したかもしれないですね。なのでこれが2020年のゴールオブザイヤー、ゴールオブザイヤー、はい、そうです、決まりましたと。そうですね、なるほど、でこういうふうにスピーチをするんですけども、はい、で次にあるのがマークオブザイヤーといって、結構そのスペキとか、うん、あのこういうね、あの背中に乗ってマークするシーンがあると思うんですけども、ね、はい、うん、かっこいいじゃないですか、かっこいい、で毎週それはラウンドごとに出てくるんですけども、うん、これもまたトップ3あるので、うん、ちょっとそのビデオを最初見てからウィナーを発表したいですね、はい、
これも常連さんのエリー・ベッツ、うん、あ、エリー・ベッツじゃない、そうですね、チャーリー・キャメロン、チャーリー・キャメロンね、すごいですね、これも上飛んで、はい、で、チャーリーは去年、うん、アドレードでプレーしたので、うん、はい、相手のチームからスペッキーして、このバランス感覚がいいよね、はい、これは勇気ある、いや、すごいですね。でよく見たら、チャーリー・ディクソン来てるんですよね、あそこに正面からこれね、はい、取るマークはかなりこれ勇気がないとできないですね、100キロのチャーリー・ディクソンが来てるんで向かってきたらね、はい、で、これもボビー同じような感じでマークするんですね、うん、はい、ボビーの場合はこれアブリジナルラウンドで自分がデザインしたユニフォームを着りながら切ってたので、うん、多分自分の中でもちょっとはこう頑張りたかったと思うんですけど ね、ただ勝ったのが、センウォッシュ、おかっこいいですね。だから今年はまあ綺麗さよりも、うん、なんというかその勇気を称えるような感じかな、ね、これ。いやだと思います、やっぱスペッキーは何回かまあ見慣れてるって変ですけど、うん、なんとなく出てるんですけど、これはスキルじゃなくてメンタルもあると思うので、うん、これはすごいよね、はい、怪我のリスクありながらも勇気あるマークが、ニュープレイヤー、うん、で、まあ、スピーチでも言ってるんですけども、うん、結構プリシーズンでマーキングの練習とかしてるって言ってたので、多分それがやっとここのね勝利つながったんじゃないかなって練習じゃあれちょっとできないと思うけど、そうですね、まあでも練習やっとけば自信があったかもしれませんね、なるほど、なのでこれでマーク・オブ・ザ・イヤーでした、うん、そしてもう一つのニュースがあるんですけども、うん、もちろん、こういうふうにキャッツカーラーを着てたり、はい、でもう一つの相手がタイガーじゃないですか、はい、なのでトロフィーを持つ人を決めないといけないんですね、うんうん、で、まあ、ジュロンからももちろんしているんですけど、うん、リッチマンドのここに書いてるようにテニスのワールドナンバーワン、アッシュ・バーティー、うん、ワールドナンバーワンですよ、女性でさえ、女性のワールドナンバーワンがテニスプレーヤー、はい、今のプレゼンターになる、プレゼンターなので、の勝ったチームが、うん、勝ったチームに、うん、カップを渡してれるっていう、すごい仕事、はい、いつももらう側なんでね、この人ファイナルシリーズ中に観戦来てて、はい、撮られてるんだよね、撮られてましたね、ビール飲んですごい盛り上がってる、はい、リッチモンドタイガースファンで、はい、うん、この方がプレゼンター、プレゼンターでセミファイナルもプリーリングファイナルも行ってて、でもちろんユニフォーム着てビール持ちながら、でまだシーズン終わってなかったので、うん、ワールドナンバーワンをキープできるか分からなかったんですけども、うん、はい、先週確認したらワールドナンバーワンキープできたので、今年はワールドナンバーワンで終わって、でしかもプレイヤーが渡す、いやかっこいいですね、結構に人気すごいあるんでしょ、オーストラリアでは。あ、もうベジマイトのそうです、スペシャルバージョンがあるっていうのを聞いて、バーティーマイトとかね、ベジマイトのスポンサーされてることがあったので、ーバーティーマイトっていうことで国民的大スターが、あ、本当に、はい、おお、なので、まあ、みんな好きなバーティー選手で、うん、がトロフィーを渡すっていうことなので、うん、これもまあ注目なのかなと思ってます。そうですね、この選手、例えばに日本で言ったら大坂なおみ選手みたいな、そうですよね、はい、人気とあと実力もナンバーワンってことなので、はいはい、そうですね、大坂なおみ選手もワールドナンバーワンだったんで、はい、いい試合をしながら、確かに想像したら結構すごいね、その例えばプロ野球 の, に日本シリーズに大坂なおみが出てきて、そうですよ、やるようなもんで、はい、グランドファイナルでいいね、他のスポーツの大スターが来てくれるっていうのはね、はい、でしかも、まあ、アッシュリー・バーティーは、うん、リッチモンドが大好きなので、おそっからね、渡すってことはいいなと思ったんで、いいよね、はい、リゾニュースでした、はいはい、さあそれではグランドファイナルの紹介の前に、はい、準決勝の結果を見ていきますか、はい、準決勝の第1試合金曜日でしたね、ポートアデレード対リッチモンド、うん、これは40対46でものすごいいい試合で、うん、アデレードで行われたてたんですが、アウェーのタイガースが勝った、勝ちましたね、もう最後ギリギリ、うん、もうもちろんこのリッチモンド毎回そうなんですけど、はい、力技というか勢いで本当に経験と勢いで奪い取ったと、そうですね、うん、だからもうロースコーリングで雨も降ってて、うんうん、でやっぱそのワンゴールずつがすごい大切だったので、うん、ポートもちょっと最後の10分間焦りがあったのと、うん、やっぱファイナルズ慣れてないなっていうのが出てました、ちょっとポートは緊張感がねあったね、はい、緊張しすぎてたような、硬くなっちゃってたような感じはしました、うん、はい、そして第2試合が土曜日、これはヨシは興奮したんじゃないでしょうか、ライオンズ対キャッツが、はい、声なくしましたもん、これ最終的にはかなり差はついてたんだけど、はい、まあ、1、2クォーターすごくいい試合だったし、はい、もう最初の方はね、ライオンズ勝ってもおかしくないような展開だったけど、いや本当そうです、はい、うん、ずっと12点差とか18点差になってね、うん、もうそういうちっちゃい細かい点数がちょっと自分はもうね、緊張がすごいしててすごかったよね、うん、この、まあ、結局はでもキャッツも経験が多い選手が多かったので、はい、若いライオンズをなんというかその
スキルだとか、はい、そのゲームの流れを よく読んでね、うん、キャッツはものすごい横綱相撲というか余裕を持って勝ったと。そうですね、やっぱそのスーパースターが、ベテランスーパースターがキャッツをプッシュしてたなっていう、うん、気持ちでした、うんうん、キャッツ強かったと思います。さあそしてピックアップシーンを今週も見ていきますか、はい、まずはビューティーのシーンから、そのキャッツのゲリー・アブレット選手ですね、はいはい、この選手はもう本当にフットボールマスターというか、そうですね、全てを知っている選手だと思います、はい、さあ2ゴールのいいシーンですね、見ていきましょう。もう主にあのベテランで、はい、もう シーズンとかその キャリア後半はフォワードでのプレー時間が多いと思うんですけど、はい、これもフォワードのシーンですね、はい、デンジャーフィールドが飛んでこぼれたところ、ここそのハンドパスとこの入るタイミング、もう完璧なタイミングで入って、これ見たい方はスローモーションで見てほしいんですけど、実はちょっとスローかっていう疑いもある中、素晴らしいタイミングで、そして2ゴール目、フォワードから降りてきて半身でパスを受ける、そして 50m 以上のキック、これ普通あの半身であのスピードでハンドパスを受けるのってなかなか難しいんだけど、もう簡単にやってる、フットボールマスター、何かコメントありますか？もうありすぎて、はい、ちょっとだけですか、あの1個だけ、はい、ギャル・ヤブレット今年がリタイアメントなんで、あのグランドファイナル、次の週ですよね、プレーするのが最後のゲームなので、まあ、リトルマスターの最後のゲームがグランドファイナル、はい、もうフェイリーテールですよね、ディズニーですよ、すごいね、うん、ディズニーランドだと。ディズニーランド、ディズニーの映画化映画化にしてもいいぐらいハッピーエンドですよね。ギャリー・アブレットの映画がディズニーから出る日が来るとまあそれも予想当たるかもしれないね、またまたいや、お父さんがレジェンドで、お父さんもね、はい、はい、で子供がね、こういう風にリトルレジェンドだからリトルマスターって言ってるんですけど、うん、で最後のプレーがグランドファイナルって、まあまあまあすごい、本当にすごいストーリーになりそうです。はい、さあそして残念ながら、準決勝もアグリなプレーがあって、そうです、ね、こちらが、はい、あのポートアデレードの選手だったんですけれども、うん、あのちょっと相手を殴ってしまったようなプレーが、そうですね、はい、まあ、グーだったんでね、そうですね、はい、あのラックマンなのですごく重要なプレイヤーですし、もしこれでレポートプレー取られたんですけども、はい、ちょっとご覧いただけますか。レポートプレー取られてしまうと勝った時のグランドファイナルに出れなくなっちゃったりする可能性が、うん、ここですね、はい、このリンチモンドの選手も少しわざとらしかったんだけど、うんうん、マークの横に立たれて、はい、やっぱりちょっと邪魔された、ブロックされたので、はい、ついついちょっとここですね、カッとなってこうパンチしてしまったと、なんかボールに行くついでにこうグッとね手を入れて、ですけどね、ここですね、はいはい、これ審判に見られて、おー、でもリンチモンド選手わー打たれたよっていうか、見てください、見てくれっつって少しわざとらしい気もするけど、まあこれはやっちゃいけないプレーなので、まあ、ダブルアグリですね。でもうこの瞬間あのアンパイアもこれ レポートですということで取られてしまったので、うん、まあ、この試合もファール取られるのはそうなんですけど、うん、次の勝った場合にもし出場できなかったら、特にキープレーヤーはこれあのチームワークを乱してしまうということで、アグリに選ばせていただきました、うん、さあそしてホットですね、ここちょっと解説入れながらやりたいんですけれども、はい、ポートアデレードのロジー選手、はい、ヤングプレイヤーはもうスターですよ、はい、ニュースターちょっと見てもらいましょう、うん、これ先ほどヨシからの指摘であった通り雨が降ってたのであんまり画面上見えないんですけど、はい、もうボールもツルツル、これ最初にタップしたのがこのロジー、うん、でボールまた立ち上がってハンドパスをつなぐ、はい、そしてこれだけじゃないんですね、もう今のうちに前線に上がっていて、前にいるんですよね、最後の最後ここでまた絡んでゴールすごいですね、一人で全部、うん、ボール50-50のボールから最後ゴール入れるまで、うん、そのエフォートの長さ見てください、これここですぐに起き上がる、はい、そしてボールをハンドパスつないで、うん、リッチモンドとは対照的にポーターデール雨降ってもかなりボールをつなごうとする意識が強かったので、はい、うん、最後横からまた走り続けてここですね、ちょっとファンブルするんですけど落ち着いて、まあ、こういうプレーが本当に雨の中できるのはちょっと信じられない、すごいですね、うん、はい、やっぱそのポータルレードの今年も特にすごいプレイヤーが、うん、あの出てきたなと思ったので、うん、バター選手とかバター選手、はい、ロジー選手、そしてチャーリー・ディクソンがそこにいると、はい、ボスですよね、ボスその3人でフォワードラインね、もう誰をマークしていいかわからない、はい、ただロジー選手もバター選手もまだ体はないですし、少し体もう少し強くする必要があるんですけど、うん、エフォートの長さで、うん、これは素晴らしいゴールになったと思います、はい、さていよいよ来週のグランドファイナル
土曜日、はい、今週ですね、今週末24日、はい、土曜日行われるんですけれども、はい、こちらが予定になってます。日本時間の5時30分から行われるんですけど、この対戦ですね、一度バナー下げていただいて、ジロングキャッツ、吉野キャッツがグランドファイナルに出ます、はい、そしてこのリッチモンドタイガース、はい、ちょっとここからはグランドファイナルモードということで、はい、これはちょっと来させてもらって悔しいですけど、このエッセンドンファンからするとこれちょっとやっぱりもうやめようかなと思ったり、でもあのリッチモンドタイガースは日本の、うん、あのウォリアーズだとか学生のチームの遠征の時にフリーチケットを、はいはい、あのみんなにプレゼントすごいですね、それはしてくれるとか、はい、あの日本のクラブもサポートしていただいてるので、この32番の、うん、32番知ってますか、これ誰の最後の番号 ですか、ベン・カズンズの番号ですよ、これもらったので、はい、これだけは絶対にちょっと教会に置いとくということで、はい、まあ、ちょっとでそれはあのエッセンズのシャツから上から奪えないんですけれども、これを着させていただいて、はい、はい、まあ、これもしょうがない、そうです、はい、そうですね、でこれでもグランドファイナルレディーと、そうですね、もうこれしょうがないです。え、ミスさんはグランドファイナルはキャッツと戦います、グランドファイナルタイガースです、タイガースに応援行くんですねタイガースの応援はしないんですけど、あ、しないですか、キャッツに勝たれたくない、勝ってほしくない、もうこれもうキャッツディスカバリーになっちゃうんで、キャッツには勝ってほしくない。さあ、すいません、セットできました、あ、素晴らしい、さあこれでちょっとお送りしたいと思います、はい、エーフェルディスカバリー第2部ということで、はい、いきたいと思います、グランドファイナルバージョンで、グランドファイナル、はい、まずは先ほどお伝えした通り、日本時間は、土曜日の夕方5時30分ボールアップなんですけれども、エーフェルのサイトに世界各国のスタート時間というのが出てます、うん、これなんと、うん、イギリス、例えば土曜日の朝9時30分、はい、アメリカは西海岸、東海岸、ちょっと時差があるんですけれども、はい、アメリカの方は見るのがちょっと難しい、夜中の1時半、うん、これが西海岸ですね、東海岸は、夜中とか明け方の4時半から、お、早い、かなり早くなんですけれども、あとはドバイ、ニュージーランド、タイランドの時間も書かれていて、なんと、はい、ジャパンタイムも下から2つ目書いてます。はい、すごいですね、うん、すごい、でバリは割と毎年あのオーストラリアの方がリゾートで訪れるところなので、はい、インドネシアと書いてなくて、なぜかここもあのバリと書いてある、そうですね、そうですね、すごくなんかあのエーフェルらしいなと、これ私は少し違和感があったんですけど、まあ、これはバリ時間であの面白いなと思います、世界各国のこのみんな見てくれっていうのがあのここから伝わってくると思います、そうですね、はい、うん、そしてAFL のグランドファイナル引き分けになったらどうするんだと、あ、ファイナルシリーズもあったんですけれども、うん、はい、あの近年から、あとでちょっとよしから解説あるかもしれないんですけども、ここ近年でもう再試合はなしにして、うん、はい、あのもし引き分けになってしまったら6分間の休憩時間を取った後、はい、3分ずつの前半後半の2回だけをやります、はい、で3分戦った後は休憩を入れずにエンドだけ入れ替えてまた3分やって、はい、その結果勝った方が、はい、でもしそれでも引き分けだったら、はい、さらに6分休憩して、はい、また3分3分やって、はい、それでもっていうのをずっと繰り返していって、はい、もうこうなったらすごいもう盛り上がりますね、そうですね、もし引き分けになったらもう意地でもその日決める、ファンのエモーションなのがちょっとローラーコースターすぎてローラーコースターすぎてもう興奮冷めやらない、そうですね、いやもうみんなバーに走るんじゃないですか、バーに走るで、まあ、引き分けかなり可能性低いと思うんですけど、うん、今シーズン本当に特殊の特殊、グランドファイナルが通常メルボルンクリケットグラウンドという、うんうん、ビクトリア州のメルボルンで行われるのが通常なんですけども、はい、クイーンズランド州のガバというスタジアムで行われる、そのまあ経緯といかにそれが珍しいことかというのをちょっとヨシに下調べをしてもらいまして、はい、解説をしていただきたいと思います、そうですね、2020年はスペシャルのイヤーなので、うん、ガバでするんですね、で、うん、ガバはブリスベンにあるあのクイーンズランド州のエリアなんですけども、うん、これはあの AFL では初めてなことなんですね、であのミスさんが言うように毎年グランドファイナルはあのメルボルンクリケットグラウンド MCGでやられてて、まずはじゃあ100年以上ある歴史の中で、はい、ガバでやるグランドファイナルというのはもう歴史上初めて、初めてです、はい、でしかもガバでするのは初めてなんですけども、うん、ビクトリア州いやメルボルン以外でやることが初めてなんです、おメルボルン以外の決勝戦はもう史上初、はい、史上初です、なるほど、はい、それはすごいですね、1898年、そうですね、8年からずっとやってるんですけど、はい、
なのであの1998年から1901年までは、最初のグランドファイナルはあのまあグラウンドが決まってなかったので、こうチームが戦うフェアの場所を選んでたんですね。はい、例えばそのあのセンキルダクリケットグラウンドとか、イーストメルボロン、サウストメルボロンみたいな感じで選んでたんですけども、120年前の話ですね。そうです、はい、決まってたんですけども、それがあの1902年からちゃんと MCG と契約を決めて、毎年あの MCG でしようということがあったんですね。はい、でビクトリア州と AFL と、そしてその MCG がそのガバメンたちが3つ話し合って毎年することになったんですね。で今のところこれが2058年までそこでグランドファイナルを決める。2058年までもう、はい、MCG でやるぞとやるぞって、もう契約をしてるので、はいはい、であの MCG でしない理由が一つあるんですけども、まあ、プレーができない状態とか、そうですね、プレーできない状態であると他のグラウンドでするっていう、それが今回ですね。そうですね、今年初めて。どうしても できない場合は、はい、それ以外は58年まで。そうです、そうです。例えばですけど、ワールドウォー2なんで、第2回なんですか、第2次世界大戦、ね、第2次ですね、はい、それが4年間あったので、その場合は MCG がミリテリーグラウンドで使ってたので。ああ、なるほど。その期間1942年から1945年までは、はい、あのまあ、それでも メルボルンなんですけど、はい、プリンセスパークだとか、はい、セントキルダのクリケットグラウンドで場所を移してやって、場所を移ってて、 MCG が使えなかったのでやってしまったのと、あともう一つ、その1991年に、サザンスタンドっていう MCG にあるんですけど、そこをちょっとこう工事中だったので、グラウンドが半分しか使えなかったので、違うメルボルンのパークに、ウェイヴリーパークに移ったっていうことだったので、その時だけ、はい、なのであと5年ですよ。おそれ以来の MCG 以外、はい、ですね、なので、はい、まあ、ちゃんと計算すると、1991年から2019年まではずっと MCG でグランドファイナルを決めてて、しかもずっとアフタヌーンですよね。そうですね、はい、だからもう新型コロナウイルスの影響っていうのは、例えば第二次世界大戦だとか、はい、それぐらい同じように厳しい状況というか、もう仕方なく ガバでやるということで、それ以外はもうメルボルンでずっと やるんだと。58年まではずっとやってました、はい、あ、そうそう、58年まではずっとやるって言ったので、特別なそのクイーンズランド州でのグランドファイナルになりますね、それは、はい、すごいですね、うん、で、まあ、ガバって言ってるんですけども、GABBA でちょっと面白い、GABBA ガバ、うん、そうですね、面白い名前なんですけども、うん、あのブリスベンのエリアのサバーブ、うん、なんていうんですか、サバーブが郊外の地名ですね、地名ですね、が地域がウルンガバっていう場所なので、ウルンガバのちょっとこうショートがガバになって、はい、あのニックネームがもうガバってついたんですけども、うん、本当はあのブリスベンクリケットグラウンドっていう名所があるんですけど、はい、まあ、みんなずっとガバって言ってるので、うん、オフィシャルペーパー もうずっとガバまで、ね、じゃあもう略称なんだ、ちょっとニックネームで、ニックネームっぽくもう言ってて、ニコ玉みたいな。二子玉がニコ玉。そうですよね。ニコ玉とガオカとか。それガオカのイメージだね、じゃあね。いや、わかんないです、わかんないです。ウーロンガバなんでしょ、だって。フルネームね、ウーロンガバから来たってください。ね、そうです、そうです。ウーロンガバからオーストラリアらしいね。来ちゃったなっていう話ですね。はい、で、一応ガバも用途によったらそのスタジアムのカパシティが変わっていくんですけども、うん、あの AFL ではだいたい3万7000人ぐらい入るらしいんですね。収容、うん、人数は今年が3万7000人。3万7000人フルで入れるんですけど、COVID の状況で何人入れるか分かんないんですけども。うん、そしてやはりあの MCG のフルは10万人超えるので、はい、やっぱりそれも含めて特殊な試合になりそうですね。うん、そうですね、うん、はい。で、また特殊っていうのはその夕方5時半からスタートするのもレアで。うんうん、おー、ちょっと異例ずくめの。はい。グランドファイナルになりそうですね、それは。そうです、あ、うん、これ書いてますね、4万2シートですね、入れるのが4万2000ですね、はい、入れるみたいなので、もう異例だらけで、そうですね、うん、あの異例なグランドファイナル、さあそういうグランドファイナル、レアなグランドファイナル、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけども、観戦の方法いくつかあります。もちろん、はい、日本から今のタイミングでオーストラリアに行けないので、はい、あのオンラインで見ていただいたり、例えばあのスポーツバーで、はい、あの放映するよというところもあるんですけれども、まあ、新型コロナウイルスのこういう状況ですので、うん、適宜ちょっと皆さんで楽しんでいただきたいなと思っているんですが、そうですね、例えば AFL の公式の見方としては、はい、あのAFL のホームページのところにマッチセンターという、はい、あの試合結果が出るところがあるんですけども、グランドファイナルでもライブでスコアが例えばどっちが入ったよとか
どっちが入ったとか、はい、あとはあのハイライトの映像が出てくるので、あのフルで試合の映像ずっと見ることはできないんですけれども、試合の様子を追っかけながら、そうです、ね、例えばあの使い慣れてる方いたらあのエーフェルのツイッターだとかでちょっとそういう様子とマッチセンターと見比べていただくと臨場感ある、そうですね、はい、体験ができると思いますし、もう少しじっくり試合を見たいんだという方はあの有料お金を払っていただくことになるんですけども、ウォッチエーフェルというサイトがございます、はい、これもあのエーフェル公式のサイトになってますので、そのスペシャルプランがこちらですね、グランドファイナルパスパス、はい、40ドル、はい、40オーストラリアドル、オーストラリアドルですね、日本円だと今だとおよそ3000円ちょっとになると思いますが、うんうん、これはあのクレジットカードで払っていただいて、はい、そうすると本当にフルの、はい、もう現地にいるのと変わらない解説ももちろんついてますし、英語なんですけれどもフルのバージョンの試合を見れると、はい、もう飛行機代も払わずに、そうですね、40ドルで、はい、見れると思ったら、しかも家で、はい、リラックスして、はい、例えばご家族でとか、あのみんなでちょっと割り勘して、そうですよね、あのなんか宅配をお願いしてウーバーイーツとかで、はい、うん、っていうのですごい楽しい経験になりそうですね。そうですね、うん、まあ、自分もウォッチエーフェルであの今年グランドファイナル見るので、ますか、はい、行けない、帰れないんで、帰れないんで、はい、オーストラリアに、オーストラリアに皆さんあの思い思いの方法で少し協会にも問い合わせいただいてるんですけども、ぜひ観戦楽しんでください、はい、そして観戦を楽しむときに、じゃあどの選手を見ればいいんだと、うん、グランドファイナル、はい、少しグランドファイナル特別な試合なので、はい、キープレイヤーご紹介したいと思います。そうですね、名前だけでもちょっと覚えてほしいですね、はいはい、NFL のサイトで公式に紹介されているのがキャッツが、これはこれはパトリック・デンジャーフィールド、そしてこのリッチモンド・タイガースがダスティン・マーティンですね、はい、この2人の戦いが見ものだと。ちょっとタイプが違うプレイヤーなんですけども、うん、2人ともあのフォワードでメインでプレイするんですけども、もちろん中盤にも入れる、うん、2人とも入れるし、はい、デンジャーフィールドは割となんというか、そのそれこそ本当に横綱相撲というか、うんうんうん、頭を使いながらなんか皇帝のように堂々とプレイするイメージ、ね、いや本当すごいですよね。一方のダスティン・マーティンはちょっと悪ガキと、ちょっと悪いかもしれないんですけど悪道というか、もうガン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 プレッシャーかけて、そうですね、ダークヒーローですよね。そうですね、うん、はい、あのもうハンドオフして相手を飛ばして、はい、もう勢い乗ったら止められない、はい、この2人ちょっと対照的で、はい、まあそれがチームの戦い方にもちょっと反映されてるかな。リッチモンドどんどん勢いでもうガン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 前に行くのと、はい、キャッツはもうスキルと頭使いながらフリーに綺麗に、そうですね、繋いでいく。だパッチック・デンジャーフィールドが多分休憩をしないんですよ、もう、うん、多分なフォワードに行って休憩してミッフィールドで戦うみたいなプレーなので、うん、そのパーセンテージと、そのさっき言ったリドルマスターのギャリー・アブレットの、うん、そのどういうコミュニケーションを取るかが多分ジロングのキーだと思います。なるほど、他にはゲリー・アブレット、うん、はい、ギャリー・アブレット、そしてあのハリー・テイラー、ハリー・テイラー、ハリー・テイラーはあのバックスなんですけども、うん、フルバックで、多分トム・リンチとかを、おー、背の高いプレイヤーを抑える役と思うので、ベテランですね、はい、ハリー・テイラーも、クリス・スコットコーチが言ってるんですけども、うん、リッチモンド勝つにはスコアしないといけないって言ってたので、うん、そうなるとその2020年コロナメドロのトム・ホーキンズの調子がどうかどうかですよね。トム・ホーキンスも注目プレイヤー、はい、まあ、リッチモンド・タイガースは先ほどよしから上がったトム・リンチだとか、はい、あとキャプテンのトレント・コッチン、はい、が注目プレイヤーだと思うんですが、ここで AFL のこのボートができるんですね。これはノン・スミスね。Who is you はノン・スミスメドウ、うん、はい、ノン・スミスは、はい、あのグランドファイナルのベストングラウンド、うん、その日のベストグラウンド、その場で試合後にこれは発表されるんですよね、はい、スタジアムで、はい、だからすぐ分かる、そうですね、なので後ろに見えるのがそのダスティン・マーティンですね。あ、さあそれでこの名前が、先ほど上がった名前が出てるかどうかですね。多分出てますよ、出てますね、大体、もちろんダスティン・マーティン、はい、もちろん注目の選手を挙げてたので出てると思いますが、もうこれはもうしょうがない、キャッツファンのよしにこのノン・スミスメダル誰が取るかちょっと選んでもらえますか。これ投票すると何か起こるのかな、はい、どうしよう、もうね、うん、さっき言ったギャリー・アブレットで、ギャリー・アブレット、はい、引退試合だね、そうですね、ファイナルで、お、じゃあそれを押してもらって、はい、おお 9% 意外に少ない、ちょっと待っていや一番誰だった今ちょっと一瞬でもしかしてパチデンジャーフィールド、あ、もし行くとデンジャーフィールドなんだ、 33%、うんうん、でダスティン・マーティンが 27%、まあ、最初ちょっとアイキャッチ画像にこの2人が出ちゃったから、はい、みんな押したくなっちゃうのかもしれないね、デンジャーフィールド、いやデンジャーフィールドはあの本当に勝つと思いますよ、うん、でもよしからすればアブレットが
勝ったらすごいんじゃないかっていう、ノースミスを取って、はい、しかもそれが引退試合になって、はい、優勝したヒールは、はい、もうよしはどうすんだろう、アブレットヘアスタイルで来るかなそうすごい一日に なるね、それ、ね、そうですね、ノースミス、ね、ぜひ皆さんギャリーアブレット、はい、またはパトリック・デンジャーフィールドですね、はい、キャッツの注目していただきたいと思います。はい、え、ダスティン・マーティンも 27% の確率があるんで、ぜひご注目ください、はい。さあいかがでしたでしょうか今週の土曜日いよいよグランドファイナルになります、はい、日本時間で5時30分、はい、ゴールアップというんですけれども、はい、試合開始の予定になってます、はい、10月20日火曜日今18時の時点であと95時間30分後にボールアップもちろんキャッツは優勝だと思うんですが、はい、意気込みがあればぜひ最後に。そうですね、ジュロングキャッツをレプレゼントさせてもらうと、はい、ボールアップは5時半なんですけども、まあ、土曜日になってから自分はもうグランドファイナルと思ってます。もう土曜日になった瞬間にもうグランドファイナルと思ってます。なので自分のルーティンをちゃんと行って、はいはい、キャッツを応援したいと思います。そうですね、ゴーキャッツ、はい、それでは皆さん2020年グランドファイナルをお楽しみください。また来週。